地域の大部分がワシントン郡に属し、わずかにクラカマス郡にまたがる。ポートランド都市圏南西部のベッドタウンでタイガードの南に位置する。2000年の国勢調査による市の人口は22,791人。2006年の推定人口は25,650人。市名は北部を流れるトゥアラティン川に由来する。オレゴンジオグラフィックネームズによれば、 この地で1869年11月5日に、開局した最初の郵便局は、トゥーアレティンと綴られており、トゥーラトンと綴られるようになったのは1915年になってからであった。1850年代、この地に集落が設立。設立者、サミュエル・ガルブレスの名にちなみ、集落は、ガルブレスと呼ばれた。1853年、ガルブレスがトゥーアラティン側に、 最初の橋梁を建設すると、ブリッジポートの名で知られるようになる。1880年、ジョンス・ウィークが、鉄道敷設予定地の周りに、町を建設する計画地図を作成、町は、テュアラティンと命名された。1913年、テュアラティンに姿勢が敷かれた。1962年、マストドンの化石が出土、現在その土地は、スーパーマーケット、 フレットマイヤーの駐車場になっている。2000年の国勢調査では、市の人口は22,791人で、8,651世帯、5,804家族が暮らしていた。人口密度は2,928.5マイメートル、アイニだった。1,184.4マイメートルアイニの、平均密度に9,218軒の住宅が建っている。 人種構成は、白人86.89%、アジア系3.62%、アフリカン・アメリカン0.79%、先住民0.69%、太平洋諸島系0.37%、その他の人種4.84%、及び、根結2.81%である。人口の11.85%はヒスパニック、またはラテン系だった。 8651世帯のうち39.1%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、54.1%は夫婦で生活している。9.3%は未婚の女性、または家婦が世帯主であり、32.9%は結婚していない。24.5%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、 4.6%は65歳以上で独身である。一世帯の平均人数は2.62人であり、結婚している家庭の場合は3.17人である。市の住民は28.2%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.4%、25歳以上44歳以下が35.6%、45歳。 以上64歳以下が21.0%及び65歳以上が5.8%にわたっている。中央値年齢は32歳である。女性100人ごとに対して男性は99.2人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は96.8人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は55,762ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は68,165ベイドルである。男性は47,004ベイドルに対して女性は32,210ベイドルの平均的な収入がある。この地域の一人あたりの収入は26,694ベイドルである。人口の5.5%及び、 家族の三点零パーセントの収入は貧困線以下である。全人口のうち十八歳未満の四点九パーセント、および六十五歳以上の三点八パーセントは貧困線以下の生活を送っている。アメリカ合衆国国政調査局の発表によれば、市の総面積は二二十点キロ平方メートルであり、その全域が陸地である。ブリッジボートビレッジトゥアラティンコモンズトゥアラティン駅。 キュアラティンには2005年初頭にオープンした高級ショッピングエリアブリッジポートビレッジがある。ブリッジポートはもともと石切り場だったところに建てられた。ヨーロッパを思わせる開放的な設計で18スクリーンを持つ映画館のほか全米や地元を代表するチェーンのレストランや小売店が店舗を構えている。市の南部では工場が数多く見られる。 ノベラスシステムズは大規模な工場を構え、半蔵体製造用の電解メッキ装置を製造している。ナイフメーカーのカーショーと CRKT もテュアラティンに工場を構える。1960年代から1980年代にかけて楽器用アンプメーカーのサンミュージカルエクイップメント、カンパニーが拠点を置いていた。t ュアラティンはハリウッド映画の舞台に使われることがたまにあり、 サムサッカーでは、テュアラティン高校で撮影が行われた。また、ジェニファー・アニストン支援のマネージメントでは、テュアラティンの市内数箇所で撮影が予定されている。テュアラティン市の教育は、タイ・テュアラティン公立学区の管轄下にある。同学区には小学校が10校、中学校が3校、高等学校が2校ある。そのうち、テュアラティン市内にある学校は次の5つ。 また、市の一部は、ウェストリンウィル公立学区の管轄となっており、その区域の生徒は、大抵、スタフォード小学校から AC クリーク中学校、ウィルソンビル高等学校へと進学する。補修授業校である、ポートランド日本人学校が、ヘイゼルブルック中学校の校舎を借りて、毎週土曜日に授業を実施している。ありがとうございます。